こんにちは、テント2020午前です。今日バスコレーバレクスコレクション第29弾買いましたので紹介します。今回はこちらです。今回はこちら、バスコレー第29弾コクバスのコクバスを今日ゲットしましたので、これから開封いたします。今開封いたしました。まあ、コクバスは西武グループのバスです。こんな感じです。こんな感じで今日やっぱりかっこいいですね。で、近江鉄道バスの新型エアロッサーと並べばこんな感じです。で、バスコレ第29弾の日野ポンチョでゲットしてないのは大阪シティバスのみとなりました。またシークレットも含めて買いたいっていう感じは強いです。うん、こんな感じです。まあ、京都市営バス、京阪バス、エアワカバス、JR バス、西日本バスと京都バスと並べていますが、まあ、こっちが第22弾の新型エアロスター、こっちが第29弾今日ゲットした国バスです。こんな感じです。さらに今日国バスの日野ポンチョが加わりましたので、今持っている日野ポンチョシリーズを並べました。まあ、こんな感じですね。南は宮崎交通、そして広島県の美北交通、神戸市営バス、まあ加藤のポンチョだけと神戸市営バスと、あと今日ゲットしたバスコレ第29弾の五穀バスで、東急バス、まあトランセット合わせて2台です。まあ小田急バス、あと京急バス、朝日自動車、茨交通バスで、最後は新常磐交通。これらの日野ポンチョ、今日これで今回は11台となりました。また増やしたいという気持ちは強いです。まあ、今回は日野ポンチョシリーズをちょっと、今回はこれ今まで買ったのと、まあ9年前は加藤ので4台入ったけど、これだけ増えれば嬉しいものです。あとテント2020午前からの報告です。来月9月18日に安曇野の方へ引っ越すことになりました。ご視聴ありがとうございました。今回はこの国国バスの日野ポンチョをゲットしたっていう開封動画でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。